ご参加していただきましてありがとうございます。スタートアップは8社です。では告発しましょう。スペア、こんにちは。スペア CEO です。キャッシュレスカーを ATM に変えていこうという考えを持っています。なぜこれをやりたいかというと、基本的にお金が動くプロセスにはお金がかかります。消費者としては現金を持っていって、お店に行ってお店にお金を渡して、それがまた銀行に行って、銀行がしばらくそれを持っていって金利をつけて ATM からお金を戻す。そのお金を受け取るのに手数料がかかることもあります。スペアはその隙間を埋めます。ロスナーとしては銀行に行って自分のキャストを引き出すのではなくて、そのお店に行きます。コーヒーショップとかパン屋さんとか、そこでモバイルでキャストを引き出すことができる。 ATM がいらなくなります。デビットカードもいらなくなります。現金を引き出すことができます。つまりこのようにギャップを埋めて、それによって利益を上げることができます。こういった積極的な企業も行いました。ということで、キャッシュを動かす、この2年で10カ国でキャッシュが実際に使われる利用が増えるという検証が出ています。2014年の市場の統計が出ています。ATM は月7回普通行く、そして1回60ドル取り出すのトレンドはもうすぐなくなるでしょう。つまり私たちは使いやすいアプリを作りました。携帯電話から簡単にお店を見つけて、そしてお金を設定して、そしてモバイルデバイスでキャッシュを引き出すことができます。キャッシュを取り出すことができる。自分の現金を引き出すことがリモートで可能になります。ミリアム世代から言っても年間68億くらいの規模があります。それから東京に来る観光客、空港から円に変えなければなりません。どこに ATM か分かりません。もしこのスペアというアプリがあれば、このデバイスから自分の現金を出すことができる。デビットカードよりも安全です。では、スペアが競合に比べて素晴らしいのは、 B2B2C のソリューションを提供することができることです。ピアトゥピアのテレフォンだけではないんです。テレフォンも自分が手元にある現金をうまく使ってトラフィックを増やす、人手が増える、店に来る人が増えるということです。そしてそこで現金を打てることができるので、余分なキャッシュをキャッシュレジスターに入れておかなくてもいいわけです。それをうまく店舗の力を上げることができます。フィンテックなソリューションで収益を上げることができると思います。それのチーム、バックグラウンドツアー、ファイナンス、それからコンプライアンス、12人非常に優れた人材がバックにいて、なぜ私が成功したかというと、こういったバックアップがあるからです。これから5年においてこのように売り上げを上げていく、そして同時に経費を下げていくという計画を持っています。このプロセスでこの5年で40億を目指します。その経費としては、ここにご存知のプレイヤーもいると思いますけど、私たちの価値というのはこういったサポーターに魅力的なものとなります。2013年に投資したというプロダクトは便利で安全でコスト効果の高い ATM の優れたソリューションとなります。またパートナーもすでにあります。350店舗がすでに使っておりまして、スペイン、アメリカ、そしてまもなく9月末には東京でも現金が引き出せるようになります。学生であれば、あるいは投資家であれば、スペアこそが皆さんが参加するチャンスを提供することができます。キャッシュを引き出す、そのプロセスをグローバルに変えることができます。ダウンロードがします。バージョン3になりました。 www.gotspear.com に行ってアプリをダウンロードしてください。Great job, Sarah. Judges, any questions?
ました、ね、質問ありますか。ありがとうございます。ちょっと分かりにくかったのが、何枚もしないので2013年にローンチして 1,2,3,4,5 年間の計画というのは、現在は3年目ですでに利益を上げているということですか。私たちはベータテストして、オフィシャルには2015年の10月に出したということになります。ということは今2年目ということですか。そうです。なんでそんな時間かかったんでしょうか。そういったパターンがありまして、アイデアをテストする、マーケットのテストをするということが必要でした。キャッシュを使うわけですから、センシティブです。ですから適切な形で出したかった。実際にステーシステムを完了しました。本当にこれ安全なんです。 ATM よりも、あるいはディビットカードよりも安全なんです。まず最初から正しくやりたかったわけです。店舗に対しては実際に店舗を訪問しているんですか。そういう戦略ですか。そのような形で始めました。57店舗システムに参加していただきまして、今は350店舗います。有機的な成長ですけれども、私たちが提供できる価値というのは、人手が増えということ、収益が増える、売上が上がる、そしてライアビリティが下がるということです。 iOS のリバウンスとキャッシュレジスターがあればこれを実現するんです。グローバルキャッシュの利用が増えると言っていますね。アメリカはどうですか。アメリカでも先ほど10カ国と言いました。この後の10カ国にアメリカ入っています。ミレニアル世代の8割が現金を使うとちょっと分かりにくいですよね。みんなデジタル、ペイパルとか Google ウォレットとかいろいろあるから。ですがキャッシュの利用が増えているんです。それをちゃんと調査した結果です。サンフランシスコの FRP でも 43% のトランザクションはキャッシュなんです。なんでですか。ちょっとご疑心を持ちました。いくつか要因はありますけれども、一番大きなのは従来の銀行が高い、そして所得が今下がっているというのがキャッシュの使い方が増えていることです。ミレニアル世代というのは実際にキャッシュを使う方がこうです。例えばデビットスワイプを受けると2ドル超えただけでも35ドルで手数料取れるんですね。これはミレニアル世代にとっては非常に高いんです。ですからほとんどの人が従来型の銀行離れで、私たちのソリューションに来ています。最後の質問です。店舗にとってはこのシステムをエンプリするのにどれくらい時間かかりますか。3日間のプロセスです。ダウンロードしてウェブサイトに行って、で店舗ものアプリケーションを消滅するカスタマーサービスの方、私たちの方から連絡させていただいてプロセスを始めることになります。そして実際にその場所に対してテストをします。ありがとうございます。すみません、時間がなくなりました。スペア、どうもありがとうございます。